レベルストークダムはカナダブリッティシュコロンビア州レベルストークから 5km 北に離れた場所にあるコロンビア側に建設された水力発電のためのダムである。発電所は1984年に完成し、198万 kW の発電が可能である。水車発電機ははじめ4台が設置され、現在は5台目を増設する工事が行われている。ダムコの名は レベルストーク湖という、ダムの運営は BC ハイドロによって行われる。ダムの下流にはアロー湖があり、コロンビア側はアメリカ合衆国ワシントン州へと至る。当初設置された4台の水車発電機は日本の電機メーカー、富士電機によるものである。BC ハイドロはピースリバーポーテージマウンテン発電所やジョルダンリバー発電所に富士電機製の機器を導入しており、 その実績を評価して、レベルストークダム用の水車発電機を、富士電機に対して発注した。1台あたりの出力は49万5 0 0 0ットに達し、発電機の回転子は、外径13.6メートル、それを支える軸受けには2000トンもの荷重が加わる。発電用水車としては、フランシス水車を採用し、その重さは160トン。 翼の形状はコンピュータを駆使した流れ解析技術によって最適なものとしている。レベルストークから北へ5キロメートル離れた場所にレベルストークダムビジターセンターがある。この施設ではダムや水力発電に関することのほか、2009年からはファーストネーションと呼ばれるカナダの先住民であるセクウェップム族やオカナガン族、 クートニー族の人々の歴史や文化についての展示も行われている。劇場やギフトショップ、遊歩道が整備されている。BC ハイドロは現在5代目の水車発電機を増設している。完成すれば50万キロワットの出力増加となり、総出力は248万キロワットとなる。ありがとうございます。